ゆかりさん、去年はこのキューティーベルトを取ったはいいんですけれども、2回防衛はいたしましたけれども、いずれも白氷綱渡り的な防衛でしたね。そうですね、綱渡り防衛のプロレスの一つではありますけれども、やや寂しい感じがいたします。さあ、セクシードではナンバーワンのミミとの勝負、腕を取りました。そのミミ、ミミは右の手には格闘技のね、プロテクターをつけてますね、これをどう使いますかね。そうですね、黒いプロテクターですね。空手もやるんですかね。どうですかね。さあ、しっかりと腕しぎ逆十字で相手の動きを止めました。その耳です。一方のキューティー鈴木の方は現在はちょっとディフェンスに回っておりますが、今年大森さん、はい、チャンピオンのキューティー鈴木に注目するところいくつもあるかと思いますけれども、見せ上げてもらえますか。キューティーですか、やっぱり、まあね、去年も言いましたけどもね、やっぱりチャンピオンらしい試合ごと、はい、それに限りますよね。あの人を喜ばせるような、チャンピオンらしい試合を本当に望みます。なるほど、まあ、鈴木さん、あれですね、安定度ということでしょうかね。そうですかね、どうですか、今年もタレントとレスリングと二足のわらじですか。いや、二足のわらじというのは大体無理でしょうね。もう本格的にやるなら、レスリング一辺倒でいかなくては。まだ若いんですしね、はい、しかしまあ、その場でお正月番組なんか見ておりましたけれども、キューティーのこれは捨てられないですよ。出番というのは非常に多かったですね。いろんなところに出てありました。これは捨てられないから見られませんね、はい。さあ、一方のアメリカではアイドル的な存在のマグニフィセントミニ、映画で主役を取って監督をやり脚本も変えたというんだそうですね。まさにマルチタレントであります。さあ、本職はいずれにしましても女子プロレスラー。サンリングの中央、両選手がかなり荒れてまいりました。ヤングボディアタック、そしてキャンバスに寝かせて、まずカウント2まで抑え込んでいきますが、さあ、得意のキューティー鈴木、キューティースペシャルあたり、魔人風車が頭あたり、お正月早々の試合でありますので出してほしいと思います。フィギュアのネックロックに入りました、そのキューティー鈴木。どうしてもゆかりさん、あれですね、はい、あのいろんな技を覚えてはきましたけれども、キューティー、決め手がないですね。そうですね、やっぱりキューティーはやっぱり自分が攻めるよりやっぱりやられてやられてっていう、はい、なんかもうイメージにもついちゃってますからね、はいはい。まあ、耐える姿に、お客さんがついてると言いますか、そこから変えていかなきゃダメですね、リングの中でのあの悲鳴ね、これを聞かないとプロレス、女子プロレスを見に来た感じはしないというファンもいるんですけれども、それを本当に変えるべきでしょうね、チャンピオンですからね。そうですね、力強さが欲しいと思います。そのキューティー鈴木、現在 JWP UWA ジュニアのチャンピオン、去年2度防衛いたしました。さあ、長い足を織り込んでいきます。さあ、足4の字か、足4の字に入ったようですね。足4の字固め。さあ、これはゆっくりとしたペースで入りました。プロレスラーってのはやっぱり強くなくて意味ないですからね。そうですね、まあ、この後も四天王が今日は名イベントを務めます。ダイナマイト関西、あるいはイーグルサワイ、あるいはまたハーレー斎藤、デビルマサミ、こういった選手あたりは見てても安心できますね。そうなんですよ。さあ、足4の字を外されました。さあ、耳の攻撃であります。めちこい攻撃しますね。めちこい攻撃しますね、グランドでの展開で関節技も多少知ってるような感じがいたします。耳、さあ、大きく持ち上げてボディスラム。まあ、一つのことはね、日本に来て大きく伸びたということも言いますね。FMW から、おっと、ネックブリカードロップ。初めて JWP マットに入りました。美しい女性です。このよそのマットに上がるということはかなりのやっぱり自信になると思うんですよ、はい。反対側から回り込むようにしてボディープレスで抑え込みます。この体重、これキューティーなんかね、そういう面ではあのよそのリングで上がって大いにやったら面白いんじゃないかと思いますね。ちょっと息が上がってきたような感じのマグニフィセント耳、さあ、この大きな体をどういうふうにうまく利用するんでしょうか。投げ技はいいでしょう。大きく振りました。今度はラリアット、バスの辺りにラリアットを命中、しっかりと抑え込もうとしております。キューティーも回しました。決め技がないね。おそらく美女対決ということで、後楽園ホールに詰めかけたお客様も激しい内容の勝負、女の火花が散るようなそういう勝負を期待していたかと思いますけれども、ちょっと流れが止まっております。
キューティーがもうちょっとリードしたいところであります。下半身を大森さん狙ってますね、足の攻撃を徹底しております。そのキューティー鈴木、逆エビ、逆エビの体勢サード、ここからしっかりと丸め込んで、これでギブアップを取れるかどうか。長い足を思い切って引っ張り上げます。背中に足を合わせました。これはいい攻撃。グランドでの弓矢固めのような、そんな形になってまいりました。うーん、形にはまってはきておりますけども、ゆかりさん、もう一歩ですね。そうですね、甘いってことですね、はい、攻めが甘い。さあ、勝ちましたのがマグニフィセントミミ。さあ、長身を持て余し気味、回転バックドロップ豪快。これは岩石落とし、これは効いた。この一発でおそらく勝負に出た。そのままカットをバーッと返した。今のは大森ゆかりさん、相当落差が大きかったですよ。これを狙っておりました。今度はパイルドライバーでしょうか、タイガードライバーか。おっと、タイガードライバーのような、そんな形で後頭部をつきました。しっかりと相手を丸め込んでカウント、おっとカウント2まで入ります。キューティーも一発を狙ってるんでしょうかね。キューティーもタイミングは探しているような感じはいたしますが、後頭部を2回にわたって打たれました。今度はブルドッキングヘッドロックか。しっかりと回転させます。さあ、右に方向性を決めました。さあ、腕を引っ張ります。さらに決める。背中に腕が回っています。おっと、足をすくった。さあ、何でいくか。さあ、ロープに飛んだ。おっと、これは何を狙っていたんでしょう。キューティー鈴木、逃げただけ損です。加速が加わりました。ジャーマンスープレックス。ちょっと無理だろう。形には早まったが、肩で受け身を取りました。マギミセントミミ、ジャーマン決まりません。さあ、キューティー鈴木の表情がちょっと曇ってまいりました。何をやっても大船選手には決まらないのか。さあ、ちょっと崩れた。足を取ってしっかりと抑え込むが、相手は大きい馬力がある。2段3段4段重ねの攻撃でないとちょっと無理かもしれません。体力、やっぱり取りますからね。そうですね、キューティー鈴木、いろんな技を駆使してはいるんですけれども、どうしても決め手がありません。さあ、ちょっと肩で息をしております。耳です。さあ、ここはチャンスかもしれない。キューティー鈴木、さあ、去年のあの苦しい中からもぎ取ったあの試練のタイトルマッチを思い出してもらいたいと思います。とうとう自分の胸にベルトを抱きました。現在2冠のキューティー鈴木。さあ、トップロックに入りましたら、ミミ、今度はミサイルキック。長身プラスこのキック力ですから、これは相当効きます。さあ、キューティー鈴木の体も相当苦しくなってまいりました。さあ、ロープに足を伸ばすことができません。カウントが入ってしまいました。最後は片指のため、やはり今トップロープから飛んだミサイルキック、これの後遺症でキューティー鈴木、どうしてもリターンをすることができません。マギニフィセント意味の群門にかかりました。キューティー鈴木、勝負タイムは10分ジャストでございました。ゆかりさん、はい、簡単にこの耳のレスリングどうですか。